はい、こんにちは、あこです。顔がめっちゃ乾燥してる。顔がものすごく乾燥しているあこです。今日は、以前あのインスタグラムで募集した美容師への質問ありますかっていうので、募集をしましたので、それにお答えしていきたいと思います。はい、お待たせしました。そう、なんかインスタのなんだろうストーリーズのあの返信の機能で、まあ、返していったりとかもたまにやったりとかしているんですけど、この美容師の言葉でというか、なんか答えてみたいなと思って、今回は募集をした感じでございます。はい、これ買った iPad、 かわいいケースはプリンセスにしました。ということで質問に答えていきたいと思います。サクサクいきます。ヘアエクステをつけた時のケア方法が知りたいです。エクステは私専門外で、自分も高校生の頃に何度かつけたことはあるけど、もう働き始めてからエクステには全くノータッチなので、ちょっとねわからないんです。ただ今ってエクステって何だろうね、わからん、ちょっとあんまり責任がないことは言えないので、ちょっとこれはわからないです。すいません。そう、エクステはねもうちょっと やってない。もう例えばエクステとかコーンローとか、あれはもう特殊技術なので美容師が全員できるわけではないんですよ。そうなんです。なのでエクステは専門外でごめんなさい。妊娠後期でもカラーやパーマは可能ですか？はい、可能です。まあ実際私も出産前、最後直前に数日前に染めたかな、あれ覚えてない、そう明日入院って時に染めてた気がする。とりあえずカラーリングやパーマの薬剤がお腹の中の赤ちゃんに何かこう影響があるだったりとかっていうのはこうないということなので、大丈夫です。実際こう産休に入ってからカラーリングしにいらっしゃる方もいます。そう、でもなんか例えば、妊娠中にカラーリングとかパーマは控えた方がいいんじゃないのっていう声も、まあ、ネットとかで調べるとあったりするじゃないですか。じゃあどういう方が控えた方がいいかっていうと、やっぱりずっと座っていたりとかするので、まあ、カットカラーだと早くてもね1時間半とかだいたい2時間ぐらい座っている体勢になるので、そのずっと座ってるっていうのが辛い方、途中トイレ休憩とかは全然できますので、私も声をかけるし全然言ってください。そういうのは大丈夫、トイレは大丈夫。ただこの座ってる体勢が辛い方と、あとはやっぱり多分匂いとか吐き気とかのその詰まりの時期、そうはやっぱりカラー剤だったりとか美容室って匂いがね、そうあるので、そういうのがちょっと具合が悪くなっちゃうっていう方は要相談がいいかなと思います。髪の毛の表面の痛みが目立ち切れ毛が多いです。おすすめのトリートメントなどはありますか？はい、あります。今私の推しアイテムはアジュバンのシャンプートリートメントシリーズです。はい、こんな感じでねシリーズがありますので、それぞれの髪質とかダメージ具合によって、私が髪を見てカウンセリングしておすすめしています。そうなので、なんかこうあこさんのオンラインのあこウェブショップでなんかシャンプーとかトリートメント置いてほしいっていう声もあるんですけど、それだとやっぱり市販のシャンプーと変わらなくなってしまうので、そう美容師的にはなんて言うんでしょう、なんか美容室は髪の病院というか、私は髪の先生じゃないけど、なんかこれが原因でダメージしてるんだなとか、今日はこういう施術をしたからこれが相性がいいんじゃないかなっていうので、シャンプーやトリートメントはおすすめしているので、そうウェブショップに常に置いてあることはないので、お客様の場合は来た時にぜひご相談ください。はい、DM とか私に送ってもらって、こういう今状態ですみたいな、そういうなんていうでしょう、オンラインカウンセリングみたいな感じで DM でやり取りして、シャンプーを買いたいとかそういうのは可能なので、ぜひご相談ください。小学校卒業式、娘服はちょっとこすろりイメージ、ショート髪どうしたらいいですかということ。あー、卒業式も終わっちゃったかな、ごめんなさい、もう動画のアップが遅くなってしまって、まあ、ただ卒業式に限らず、これからそういうちょっと例えばこすろりとかロリータが好きだけどショートってなったら、リボンをつけるとりあえずリボンをつけとけばガーリーな感じ、まあゴスロリってゴシック
黒とかそういうイメージだったら、こうリボンを黒とか、もうちょっとなんかロリータの可愛い感じだったらピンクのリボンにしたいとか、あのショートでもこういうピンの、こういうヘアピンのヘアクリップタイプだったら、あのね、つくので、ショートヘアでも楽しめると思います。リボンをつけるです。長く通っている美容室から別のところへ行くと、美容師さんはどう思いますか？嫌な気持ちになりますか？嫌な気持ちにはならないです。まあ実際ね、長く通っている美容室から、まあ、美容室っていうのは、例えば私もインスタグラム見て初めて来ましたとかっていう新規のお客様は、今まで例えばもしかしたらどこかに長く通っていたけど、あこさんのところに行ってみようって、あの来てくれる方だったりとか、逆にずっとアコさんのところに行ってたけど、まあお引越しだったり、まあなんかいろいろな理由があると思うんですけど、違うところに行ったりとか、やっぱりそういうものかなとも思うので、なんだろう、ただなんか突然今までコンスタントに来てたのにパッタリ来なくなったりとかすると、なんか嫌な気持ちっていうか、単純になんかちょっと心配になる。なんか元気に生きてるかなというか、元気かなとかもそうだし、なんかなんかあったのかなっていう心配と、あとはそのなんか最後の施術がちょっとなんかその違ったのかなとか、そういう心配になりますね。だからなんだろう、例えばお引越しだったりとか、突然やっぱり来れなくなる理由が、次回からちょっと来れないんだよなっていうのがあるときは、あの遠慮なくちょっと引っ越すんですとか、なんかそういう理由を言ってもらえると嬉しいです。そう、ただそういうやっぱりね、技術のお仕事なので、私も長く通ってもらえるようにとか、毎回可愛いを更新できるように、これからも頑張りますので、よろしくお願いしますという感じです。はい。美容室行く前日に髪の毛を洗わないのってなしですか、ありですか、前から気になってて。あ、全然あり、ありありありです。大丈夫です。なんかもう夏でも全然大丈夫。前の日に、髪の毛洗わないなんて、もうそんなの気にしないでください。なんか例えば洗わないで来たとして、なんかすごく申し訳なさそうに、あの昨日洗ってなくてとかって言ってくれる方もいるんですけど、そんなのも言わなくてもいいし、もう大丈夫、全然。だってカラーしてシャンプーするし、ダブルカラーだったらね、2回3回洗ったりするのもあるし、なんだったら明日美容室だから洗わなくていいやぐらいとかでも全然大丈夫です。気にしないでください。そう、やっぱお仕事によってはなんか夜勤明けでいらっしゃる方とかも多くて、そうね、気になる方もいると思うんですけど、大丈夫です。はい。シャンプー台で首の位置いいですかみたいなこと聞かれるけど、どこに合わせたら正解なのか、なんでしょうか、よくわからないまま大丈夫ですって言っちゃいます。そうですね、シャンプー台でまず首の位置いいですかっていう私は聞き方はしないけど、まあ苦しくないですかっていう言い方は私はするんですけど、苦しくなければ OK だと思います。なんか結構私はなんかこうシャンプーがしづらいなと思ったら、あ、お客様の位置がちょっと下なのかなとか上なのかなと思ったら、ちょっと下下がれますかとか、もうちょっと上来れますかとか、結構ガンガン声をかけてしまうので、はい、どこが正解かわからないと思うんですけど、正解は苦しくなければ OK だと思います。あと結構あるあるなのが、こうクロスがついてるじゃないですか。でクロスでこう、なんて言うんだろう、寝るから、こう突っ張って、わかります、こうクロスをついてる状態でこう寝るから、この最初は苦しくなかったんだけど、寝た時にこう なんていうんですかね、この椅子に引っ張られてっていうか、でこう多分グッて苦しい時とかも多分あると思うんですよ。そういう時もなんか首ちょっと苦しいとか全然言ってください。私もできればこうなんか首苦しくないですかって毎回言うようにはしてるけど、首の位置だけじゃなくて、このなんかクロスが詰まってなんか苦しいぞっていう時も、全然言ってください。すぐ直せますので。はい。リボンやフリルと可愛いもの大好きですが、ヘアにつける時のバランスがうまくいきません。そうですね、リボンとか、それは、これからも私がインスタグラムの方で、アレンジ動画としていろんな
アクセサリーアイテム使ったアレンジをこれからもアップしていくので、これからじゃあつける位置だったりとかも動画の中につけたりとか分かりやすくできるようにしたいと思います。お客様の場合は例えば手持ちのアイテム、なんかヘアピンでもいいし、例えばカチューシャとか買ったはいいけどどう使ったらいいか分からないっていうアイテムがあればぜひお持ちください。なんか最後の仕上げの時にあこうやってつけたら可愛いんじゃないとかアドバイスさせてもらいますのでぜひお持ちください。はい、そんな感じで、ちょっとサクサクっと早口な感じで進んじゃいましたが、第1弾、美容師が、ちょっと質問に答えてみたのコーナーでした。なんかまあこれを第1弾で、あ、前もやったことあったか？なんかまたね、インスタグラムで、募集することがそのうちあると思いますので、その時またぜひ質問があれば送ってください。では、また次の動画でお会いしましょう。アコでした。バイバーイ。